難解な交差点シリーズ、松山駅前をお届けしてきたんですけれども、足元の今治高松県庁宇和島と書かれていますね。今現在市内電車がね発着しておりますけれども、看板的にこれ高松の方に右折になっちゃってるんですよね。56号線がね2つあります。で、一番右のレーンに行くと宇和島伊吉、真ん中のレーンで高松や県庁市役所の方、そして一番左のレーンでね今治道後の方に行くことになるんですけれども、愛ちゃんのバスがね今行きました。南海放送や愛媛新聞、そして愛媛ケーブルテレビなどがあるところとなっております。場所は西堀端交差点本町1丁目1-1、大手町もここ1丁目なんですね。そして信号も、ここいろいろ電車用信号とかごじゃごじゃしておりますけれども、電車もね共存しているところです。で、高松方面行く車、現在車が左に曲がっておりますけれども、あちらの方向から進むこととなります。で、56号線の信号は普通にね青制御なんですけれども、ここも面白い制御をしていて、まあざっくり言えば簡単に言うと、松山駅方向にはね永遠にね車を流し続けることができるとなっています。で、現在歩行者用信号が点滅を始めまして、赤になると速攻で感知式信号のように196号側の車が止められます。その後もね、松山市役所の方に車はね左折することができます。まあそれもねやっぱ交差点の形状上 T が2つあるような形になっているからですかね。で、 T が2つになっているように見えて、その先ではね実は向こう側の交差点4サロなんでね、で市内電車はあんな風に曲がって走っていきます。で、こちら側渡ってくるとお堀の方ですね、現在白鳥さんがね悠々と泳いでおります。この白鳥がね飼われておられるんですけれど、どうも。で、現在堀端の方に歩いて行っておりますけれども、こちらもね交差点のね形状が複雑なためにこちらに行っております。まあというのもね、まあ現在堀端の方を見てもらってるんですけれども、まあ松がねよくよく植えられております。ということでね、南海放送本町会館の前です。で、この赤レーンなんですけれどもね、よくやってしまうのが一番左のレーン行くと本当は市役所の方に行かなくちゃならないんですよね。で、その左レーンね本当市役所の方曲がらないとねやられますよ。事故しても何も文句言われませんからねっていうような感じで、いつもね時々いるんですよね。なんでまあ妖精さんもね右のレーン走っててタクシーにね持ってこられたことがあるんで、でまあ口をね縫わなきゃいけなくなっちゃった事態になっちゃったりしたんですけれども、で56号線伊吉の方に行くにはそのまままっすぐの右側のレーンを走ってね行かなくてはいけません。左のレーンから決して直進したらね行けないというような交差点です。まあということがまあ言いたいためのその松山名所観光なんですけれども、で松山駅方面こんな感じに道が広がっています。で、白鳥さんもね泳いできましたね。で、一番左のレーンから決してまっすぐあっち行ったらね本当真ん中の車とぶつかってもね、一番左側のレーンに真ん中の車がね真ん中車線にいる車が入っていくような形になります。なんで絶対にね左側のレーンから直進しないように気をつけておいてください。そして市内電車が来た、さっきも市内電車映ってたんですけれども、そのまま市役所方向にね歩いていきます。西堀端通りです。で、電車用信号はね黄色の矢印、
青の矢印はね、車用ですけれども、黄色のはね、電車用です。そしてこちらも青いレーンと向こうも赤いレーンが敷かれていますけれども、56号線側もね、向こう市役所の方から来る際には、一番左のレーンは56号、そして右側のレーンはね、住み分けが、松山市民の方してるんですけれども、左寄りに止まると松山駅の方、右寄りに止まると、196号北条の方にね、進んでいくような感じになっています。なんでちゃんとね、色もね、分けられております。なんで、ここの堀端交差点もね、結構危ない交差点なのでね、気をつけてね、走行していってください。ということで松山の名所交通担保でした。